想定外のワクワクに襲われてるんだけど。こうか。おお、すげえ。その代わりウェットとかフィンとか周りに敷き詰める感じで、それできるようにしたいな。ちょっと工夫しない。例えばここで2段にするとか。そうね。まさかの 0% になってたから充電する。で、バッテリーは前の旅から回復しきってなくて 82% スタート。あのね、ここね、かなり昔の動画では出てたんだよ。うん、久しぶり。一番豆さん。久しぶり。鴨川の酒造。酒粕あります。大吟醸ソフトクリーム。さーて。試飲無料だけどどうする？やっぱ生よね。室賀生原酒とかこれ買ったことある気がする。これは1個買ってよ、お土産用に。これは生貯蔵って書いてあるよ。生貯蔵酒って貯蔵酒って貯蔵酒って書いてあったから生かって思った。これ生ではないらしいけど、店員さん曰くさっぱりしてて飲みやすいっていうから俺多分好きだと思う。冷やしておこう。キャラバンさんがもうすぐ10万キロを迎えそうなんだよね。そうそう、今ね99,962キロ。いやもうこれ今日行くな。今日行くよ。今日はねこれから長野に行くんで。はい、地酒酒源。駐車場この奥。お食事酒源ホールオープン。お、こんにちは。あ、ワンちゃんがいる。ほら、あそこもふもふ。あ、もう一匹いる。あ、猫もいる。こんにちは。じゃあこの奥にしよっか。カツカレーがうまそうなんで。ハンバーグ行こうかな。一応レンドと言いますと、はい、なくなっちゃったんだよ。これ一番なくなっちゃった。ああ、あと看板、はい、かわいすぎるわ。うまそう。豚肉がなくなっちゃったから鶏肉になったって。あ、サラダで卵入ってるじゃん。お味噌汁もついてる。カレーいただきます。なんかワイナリーってあまり行ったことがなくて。あ、そうなの、はい、酒造はよく行くんですけど。日本酒ね。いろいろありがとうございました。ごちそうさまです。なんか今のレストランのオーナーさんがレストランの横で酒屋さんやってて、そこのつながりで長野のワイナリーを紹介してくれたから、割と近い場所にあるから目的地の、できれば行ってみたい。ちょっと気になるよね、うん、長野ってさ、夏も涼しく過ごせるし、冬もさ、スキーするには最高の環境なわけよ。二拠点生活とかありじゃねえ。憧れるね。気づいたら行っとった。10万キロ行きました、キャラバンさんが。ちょうどアクアライン乗るところで。本当は今日双葉まで行こうと思ってたんだけど、もう10時過ぎたんで、寝る。これだ。釈迦堂。トラック少ないの珍しいね。いいじゃん。それゆるい。あ、ゆるゆる。あ、
ここさ、ここさ、ネジがついてるはずだよね。一旦でもやっぱりしようぜ。うん、OK。そう、でも探してるのこれ、指南側で。うん。シンシェード壊れてんの、ネジが外れてるってことだよね。うん、ここのネジが外れてる。そういうこと。あ、なんとネジあった。砂まみれになってた。出たい放題なんで、これで OK。 明日は7時半に出たいから6時半に起きよう。つけていい？うん。この食堂朝っぱらからやってんの。しかもラーメンうまそう。ニュージーランドのコーヒー。買うと高いから、コーヒー。中央道をさらに北上してワイナリーにまず9時に開くから9時に着くように行く。その後で今日は午後から別荘の視察に行きます。はい。ワインと漆器の街。さあ、いくらでしょう。4,050円。そういうことや。生ワイン。どんな感じなんでしょうか。俺の知ってるワインじゃないはずなんで。これだ。お疲れ様でした。あれ？あの正面もなんかブドウ畑だね。めっちゃいい匂い。工場から漂ってんだよ。酒源さん。普通にワインを買うんですよ。すみません、なんか今日っていうか、うち今見学の CM やってたくて。ああ、そうなんですね。はい、生ワインはここでは売ってないっていうか。ねえ、残念。販売するお店ももう埋まっちゃってて、枠が埋まってて、そこのどっかに行かないといけないっていうか、この酒源さんのところで。酒源さんに行けばいい。わあ、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。お、コースターいただいて。コースター、ありがとうございます。ありがとうございます。軽バンの前に雪かきがついてる。すごい綺麗なんだ。いいとこだね。ね、別荘地としては最高じゃない。最高だろうね。古民家的な。美味しそう。これはエビ天トロロ。エビ天トロロ。うまい。失礼いたします。ぶっかけお待ち。美味しそう。トロロが。光ってるか。いよいよ別荘探しで。すげえところにあるな。うん。ベス駒ヶ根、ここにはなんと前回見れなかったスミカログっていう、そう、俺らの注目してる平屋があるから、今日はそれをメインに見ようと思っていて、うん、閉店後の時間にベスの家を2時間ぐらい貸し切ってくつろいだり体験ができるっていうのがあるんで、それ今日やってみよう。はい。はい、はい、
これってあのプラネタリウムみたいなエイリアンズ一部ですか。そうです。面白い。途中のご用意はこれからあるはあるっちゃあるけどね。でも自由にご覧いただけますので、はい、よろしくお願いします。はい。ワンダーデバイスはなんか強烈に覚えてんだよね。覚えてる覚えてる。ほどほどの家もあったね。あったあった。カントリーログもあった。とりあえずキッズルーム見る。この小屋めっちゃいいじゃん。秘密基地感、これは楽しいぞ。でキッチンが、湘南の時と違ってシチュエーションがこの山の中っていうのでさ、臨場感があるよね。でもいきなりあれから行こうよ。これがねずっと見たかったスミカログっていう平屋のログハウスで、今日はねここで2時間ぐらい貸し切り体験させてもらう予定です。ベスの平小屋スミカログ。これね何パターンかあるんだよね、サイズが。 M と L と S。 M がちょうどいいんだよ多分、うん、俺らの場合。いきなりお仕事スペース。であ、これなんかロフトがあんのか上。そう、全部ロフト違うの。でここで靴を脱ぎます。おー、めっちゃいいじゃんここ。でも今まで見た中でダントツいいわ。入ってキッチンがあって、これさ水出んの、ちょっと水ちょっと試してみて。水は出ないよ。水は出ないよ。いや分かんないよ、出るかもよ。いや出ない。さすがに出ないか。天井高いね。はいはい。いつまで多分水回りかな。はいはい。トイレとお風呂が、そうそう洗面台があって、大きすぎずって感じ。ユニットバスがバコンって入ってるのかな。この小窓から見える子たちが最高。こういうのさ、この山奥の展示場だからこそだよ。お風呂の横にトイレ、あ、もう必要十分すぎる。いや俺らも今平屋に住んでてさ、大きさ的にはちょうど同じぐらいなんじゃない。多分ねこのロフトを含めると居住スペースはかなり大きいと。ここを例えば趣味部屋にしてさ、上を寝室とかにしても全然いいよね。全然それできると思う。これ理想中の理想だな、うん、あ、暖炉ね。俺らもさ冬どうするかって言っててさ、うん、まあ、石油ストーブかなって思ってるけど今、うんうん、これあったらもう文句なしだよね。これ立てる上で。立てる。その三角屋根のこの、これを渡ってちょっと怖いねこれ。おお、いやここね寝れるわ。寝れる。俺だったらでもここ寝室だな。下が書斎だな、やっぱアクセス的に。向こう行って階段登ってこう橋を渡ってこないといけないから。うん、この橋すげえな。しかしこの橋楽しい。てかさ、ここから橋とか見えんじゃない。あそこ星見えない。ほどほどの家。ほどほどの家。全然ほどほどじゃないんだ。すごいんだよ。十分すぎるハウス。十分すぎるハウス。湘南のところはじゃなくてバリニーズみたいな。バリ風だったね。やっぱさ展示場によって全然別物だね。同じほどほどの家でも。そうだね。湘南のベスの展示場前行って、でその後今回駒ヶ根っていうところに来てるんだけど、別物だわ。別物。うん。目の前はカントリーログだ。そこにワンダーデバイスと。ちっちゃいやつ。おい。今年で28年目に入りますだって。そんな昔からあんだ。経年したモデルハウスを見れるってこと、うん、なかなかないんじゃない。そんな。さっきのも18年経ってるって書いてあった。あ、そうなんだ。ああ、なんかすごいね。28年目のスギータ。いや、もっと前だもん。もっと前。28年前もっと進んでた。俺の記憶のカントリーログだとすると全然全く配置が違う。なんか貴族みたい。貴族の暮らし。こういうとこ来るとね、冬の生活をイメージしちゃう。あ、する。周り雪が降ってこの暖炉で温まるってのやりたい。やってみたい。憧れだよね。うん、あ、バスルームなんかめっちゃ広い。さっきのほどほどの家よりグレード高いのかもね。もしかしたら。よーし、ワンダーデバイスね、確かね運転があるんだよね。乗ってんだけど、ちょうどカメラ
広大な土地にポツンとある感じが好きよ。やっぱ家もそうだけど周りの環境も必要だからね。周りの環境重要。こういうね、目の前がこんなお花畑で最高じゃん、うん、なんかさっきずっとここでくつろいでるお客さんいたけど、コーヒードリップ体験みたいなのやってるんですね、うん、はい、自分でコーヒーミルで、はい、おー、いいですね、それもいいね、聞きながら。そうですね、うん、結構やっぱりこのイマーゴっていうのがタイヤつけて牽引できる大きさのハウス、うん、6畳ってさ、これ住もうと思えば住める？全然住めると思う。今くつろぎスペースだけになってるけど、上の方も使ったりとかしたら、上にロフト作れんね、これ。作れる、小屋もありだよね、これぐらいの。見て見て、このカップをさ、受け付けてもらったらここでコーヒー入れられるみたいよ。カップゲット。カフェ営業してるんだね、このイマーゴさんは、うん、いいね、ちょっとさ、イマーゴさん俺ありなんだけど、私もすごい興味が出てきた。なんかちょっとこの小屋さ、セルフビルドするのマジで楽しそう。ありだよね。俺今すごく現実的なこと考えてるんで、安い土地買ってイマーゴを建てる、 そこに居住スペースを作るんだけど、俺らの場合車があるから、車とトータルでの居住スペースを考えたらすごく面白い気がする。想定外のワクワクに襲われてるんだけど、もうイメージがバンバン湧いて。そうそう、私たちならどうするか。どうする？インフラ整ってた方がいいの。でもインフラよりも立地が最優先。なんていうの、インチョ感。周りに家がない、景色がいい、景色良かったら最高で、もちろん災害にも強い場所。わがまま。イマーゴさん今すぐ欲しいわ、うん、そしてさ、やっぱ2拠点生活にはこれのスキル必要でしょ。じゃ練習しとかないと、今のうちに。お、すごい、すごい。めっちゃ簡単やん。スミカロビーに一番興味あってきたんですけど、今あのイマーゴがすごいいいな。安いし。そうですね。住居というよりはかなり社会みたいな使われ方するものですし、ヤギ小屋にしてる方とか。ヤギ小屋。なるほど。ヤギのお家になってる。すげえ、めっちゃ綺麗な虫がおった。スタッフさんのホスピタリティが抜群。ねえねえ、早速忘れ物。何？鍋。このベスさんでやってる貸し切り体験っていうのを利用して、今回夕飯をここで自炊するっていうのを、このね、俺らが一番気になってたスミカログの中でやるっていう。最高でしょ。米はキャラバンでトイレから炊くだけっていう状態で持ってきた。あと冷蔵庫も多分これ使えないから、パシフィクルさんを持ってきて、これに食材を入れてきた。あれ、これは鴨川の酒造、亀田酒造さんのジュマンガメ純米吟醸生貯蔵酒。ウミコはドライバーだから飲まない。私はドライバー卒業です。カンパーイ。これ俺かなり好きな部類かもしれない。生貯蔵酒って貯蔵酒全然言ってないよね。鶏肉をね、ヨーグルトに漬け込む。スミカログディナーはカリーね。ハロー。あ、何寝てる。うん、慎重に行かないと。トマト全部使うね、うん、すっげえ腹減ってきた、うん、お腹空いたよね。食欲をそそる家かもしれない。あとさ、うん、ちょっと運動したじゃん。運動したっけ。え、私めっちゃ登り棒を登ったんやけど。ワンダーデバイスだよね。すげー酒うまいんだけど。この後もしかしたらお客さんが来るかもしれないって。そしたら俺どう対応しようか。うざがらみとかは絶対しないでね。一緒に飲む。飲みませんか。うざがらみはやめてください。うざがらみ。これもうできた、もしかして。まだです。はい、ができました。他のお客さんいるから恥ずかしくなっちゃってカーテン閉めたんだけど、こんな感じよ。すっごい落ち着く。これめっ
ちゃうまいよ。どれどれ。なんかベスの人にも食べさせてあげたいんで。まだ4時13分、あと45分。あー、45分で終わっちゃうの。じゃあ今日はここで寝よっか。ベスさんに迷惑かけるのやめてください。2杯目、大盛り、うん、うまっ。酒が進まなくなった。あ、全部食べてるし、ちょっと待って、今マジでブチ切れそうなんだけど。いや、1個ぐらい残してるでしょ。いや、ベス楽しかったわ。楽しかった。昼過ぎからずっといるよね、ここに。あ、だけどね、全然飽きんよ、うん、夕飯も食べちゃったからね。夕飯も食べちゃったから。いや、本当にありがとうございました。ありがとうございました。あ、ありがとうございます。お見送りしてくれてる。マジありがとうございます。めっちゃいい人たちやって、なんか俺全員覚えちゃったもん。覚えた。名前は知らないけど、他を、そう、4人案内してくれた人がいて、すごい良かった。スミカログは最高だった。気になってんのはイマーゴだね。面白いなって、ワクワクさんっていう。あいつね、そそるんだよね。工夫のしがいがあるっていう。そう、駒ヶ根の展示場はさ、貸し切り体験もそうだけどさ、あのコーヒードリップ体験だったりとか、そういうのをいろいろやられてるみたいなので。コーヒーと薪割り今回やったんだと、あれいいよね。一歩踏み込んだ感じの体験ができんじゃん。展示場ごとにブログとかやってて、そこでどんな体験ができるとか発信されてると思うので、そこでチェックしてるので見られるのも良いかもしれません。うん、すげえ。びしょ濡れの靴下脱いでからお上がりください。じゃあまた。2時半まで漫画読んでた。え、そうだったの。推しの子。あ、結局読み始めたんだ。やばい、ハマってる。え、今24度なんだけど。涼しいよね、ってか。めっちゃ涼しい。寒いぐらい。過ぎたね。寒いわ。寒い。ちょっとあったかい飲み物飲みたかったんだよね。どんどん体冷えてきた。もう秋だよ、長野。うん、進んでるわ。そんだけしか飲んでないよね。ふみこさん乗せすぎだよ。トーストではなくてチーズを食べるためのただの土台ってことのパンは。そう。今日の焼け具合は100点ですね。ちなみにここトイレないんだけど、ポータブルトイレ普通に使った。マヌカハニー、アラタキ。アラタキって日本語っぽいな。なんかめっちゃさ、周りの言葉たまに日本語っぽいのあるんだよね。タマキとか日本語、名字じゃん。うん、タマキ、タマキさんやんって思った。ちょっと長野いいわ。これいい土地ありませんかね。長野で安い土地ゲットして、ベスの小屋を2個建てて住む。そう。そしたら多分こういう美味しいものも近くですぐ揃えられて、夜は星空とかも綺麗で。
釣り？すごい、何が釣れるんだろうね。なんかめっちゃ 川でさ、泳ぎたいなって思ってたんだけどさ、寒いよね。南アルプス木曽山脈挟まれてすごいところだよ。大人気ですね。4人前じゃね、最後の締め。今日はね、2人じゃなくて3人だから、ね、なんとスペシャルゲスト、これいただきましょう。無添加気味のやつ、やばい。4000円8度。いや、中のガソリン高いな。